キムです。まあ、よろしく繰り返してるだけですね、完全にね。いや、いいです。今日はね、あの立花君がね、お休み。今日は本当は立花君っていつも司会進行をね、いろいろじゃん。そう、小さい人言ったらあれですけど、やってくれてるんですけど、今日はいないので。今日は2人で頑張ってやりましょう。ちょっと声張り気味で頑張りましょう。OK です。頑張りましょう。ナンバー001の泉です。よろしくお願いします。003の竹信です。はい、ありがとうございます。心強いですね。そうですね。なんかもう2人でいたら何喋っていいか分かんないですもんね。そうですね。近況をね、ちょっと喋りますか。近況ですか。何してたんですか。近況がね、いきなり今日のテーマなんでね。はい、ね、あ、そっか、じゃあ僕から。でも僕も何もしてないですね。でも何かはずっとなさってますよね。白川どこ行ったとかないですか。それがいきなりテーマで。あ、そっか、じゃあ全部赤いんや。そう、全部地雷踏んでいってる感じ。全部地雷踏んでる。あ、そうっすか、はい、僕も何もしてないですよ。、まあ、じゃあ何か本当に何もないのな。なんか、あ、これ今言ったらあかんやつしかない。じゃあもう、あかん、始めましょうか。こんな近況喋れへんと思わなかったですね。まあまあいいでしょうか、はい、そうね、こんな感じですよね。そうですそうです、ね、雰囲気も伝わったことだと思います。じゃあ言ってください。シルバーベク何行ったかってとこから。あ、そこから、はい、じゃあ、まあ、帰省しました。田舎に。ほうほう。田舎に帰省してました。田舎がね、ど、はい、田舎なんでね。どのあたりですか。瀬戸内海の真ん中でございますけども。瀬戸内海の真ん中、はい、へえ、そう、島ってことですか。島ですね。島なんですけども、今日はだから主にそういう田舎に、はい、自分の田舎について語ろうみたいなテーマで。演劇人が。演劇人が田舎に。田舎について。その島に演劇はあるんですか。ちなみにないですね。ないみじんもないですね。ないです。で、演劇やりたくて大阪に出てきたみたいな。いや、全然そんなわけはねえな。つなぐのもめんどくさくなってきたので、まあ、そういうことですね。そういうような話をしていこうじゃないかという。田舎と演劇みたい、まあ、田舎自慢しようよみたいなことを。そうそうそうです。というわけで今回は、ね、はい、ね、ど田舎出身の方から、はい、わりかし近所の方まで、はい、読んでゲストでお集まりいただきましたので。そうなんですね。じゃあ早速特徴的な田舎の話をしていこうじゃないか。わかりました。ゲストの皆さんも、これはもう映ってるかもしれないけ ですけど。あ、そうですね、ご紹介しましょうか。はい、はい、じゃあ本日のゲストのお三方です。お三方です。はい、はい、我々の内閣の総裁の、あ、上皇ですね、の、高間ひゆきさんです。はい、ご出身はどこなんですか。北海道のですね、日高町というところですね。日高町、はい、牧場とかあるところですね。そうですね。あ、なるほどなるほど。じゃあいい感じですね。はい、次は、あ、順番的にはこういう表現ってた。俺言ったらいい、はい、そうですね、はい、チャハラモンと申します。あ、ご出身はどちらですか。出身は生まれが高知県の、宿毛っていう。宿毛。もう橋の橋なんですけど。へえ。で、まあ、けど育ちは、千早赤坂村っていう大阪の唯一の村を入りました。両方行ってます、ね、両方行ってますね。はい、ハイブリッドの感じ。ハイブリッドですね。じゃあラスト。はい、山口県は長門市田原山というスーパーに行くために車で30分かかるところの母親と、兵庫県の、八代町というところにございます。今の現おもちゃ王国の近く、昔の東条湖ランドの近くの実家の父の愛の子、今は、岸和田市、大阪府岸和田市が実家さんです。よろしくお願いします。素晴らしい、素晴らしいですね。いや、なかなか素晴らしいゲストが。そうですね、竹野さんもエグいですもんね。結構ね、結構エグい田舎ですけどね。僕がじゃあめっちゃ都会か言ったらそうでもなくて、そうでもない、僕も三田市なんですよ。三田市なんで普通の感覚で言うと田舎ですね。そうですね、そうです。割と都会の人がいない状態で喋るんですけど、まあ、それぞれの田舎自慢というか押していただけたらいいなっていうのをやりたいらしいんですよ、竹信さんが。そうなんですよ。何を聞きたいですか。でも田舎自慢として、いや、田舎自慢というか、まあまあ、どんな田舎の人たちが、どういうとこなんだ、なんだろうみたいなとか聞いてみたいな。単純にもう本当に、そこどこみたいなのを聞いてみたい。まあ、でもそう、まあ、北海道って全然僕らも札幌市ぐらいしか分かんないんで、
そうですね。あ、でもまあその前にとりあえず乾杯しましょうか。え、何何何何乾杯しましょうか。今日はこういう感じなんですか。そうなんですよ。ラフ、うん、あ、これ、ね、映ってない、ね、ラフな感じなんでお好きなやつを選びください。飲みながらやろうよっていう。フルタイプではない。もらんとやっちゃう。そうそうそう。めっちゃ。まあやった。じゃあ、うん、いいですか。開けましょうか。ありがとうございます。すいません。あ、じゃあ失礼します。あ、言います？一緒に行きます。じゃあ、はい、お願いします。地方ね、地方に行く。地方の話を。はい、ああ、うまい。うまいですね。まあ、とりあえずじゃあ、はい、ね、田舎自慢ということなので、そうですね。自分の田舎の話を。さっきまで書いてたんですけど、ああじゃあまずこんな感じでやったらいいんだやったらいいんじゃないかっていう、はい、おじゃあお願いします。そうなんですけどね、はい、まあまあすごいクソ田舎でして、あの瀬戸内海の真ん中なんですけど、なんて名前なんですか。さなぎ島っていうんです。さなぎ島、はい、ね、あゆま、あ、うん、これ猫がすごい、ね、そう猫島みたいなやつ。そうなんですよね、うん、猫島で有名な、うん、あのね、場所的にはもんとこう出すと、はい、え、わ、猫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 、ここなんこの流行りの飛ぶ猫みたいなね。そうだね、猫がすごい、もう人が少なくなって、はあはあ、猫が、野良猫がめちゃくちゃおって、猫の島っていう。この絵本みたいなのなんですか。あ、この子供の遊び場ですか。はい、これはね、ベンチの子供に遊び場って書いてる、別に子供の遊び場も何もないんですけど、子供いるんですか。猫が、猫が子供人口ゼロなんですよ。ゼロが子供人口ゼロです。子供人口、一番若い人で何歳と思って。一番若い人で、10人は60なんです。そんなレベルなんですか。そうですね、もう10人が90人ぐらいしかいなくて、100人切ってしまって、一番お年寄りは91歳切ってしまって船が出てるんですか。そうなんですよ、船が出てて、ね、場所的にはね、ここなんですね、こういう、あの、これが瀬戸市で、はいはい、で、ここが香川県、ここが岡山県の笠岡なんですけど、はいはい、ちょうどどっちからも真ん中っていう。あ、どうやって帰るんですか、大阪からは。大阪からはね、一応あの電車では、はい、こっちが大阪ですよね。そうですそうです、あの岡山まで行って、岡山から、瀬戸大橋電車に乗って、うん、岡山から船がない。岡山からの船はね、週に1回しか出ないので、すごいすごい。ちょいと一泊とかはちょっと厳しいってことですね。そうなんです。香川に行かなきゃな、香川に出て、香川のここのここから船で1時間ぐらい、うん、あ、行って、はい、なるほど、はい、が、1日5便船が出てますので、はい、それで帰る便、5便結構出てるんですね、思った。朝の6時半ぐらいに出発して夕方の5時に終わるっていう、時間がおかしい。それ逃したらもうそこにいなきゃいけないです。そうなんですよ。最近だからこう猫が人気で、あの写真とか宿なんかあるんですか。宿、あ、そう、これね、一軒もないんですよね。え、ないよ。もし帰れなかったらどうするの。民家に泊まるんですね。いや、泊まろう。許可は違う人が来たら、でもなんか日本住んでない民家とかもいっぱいあるんだよね。あります。あ、なるほどね。すごいですね。虫いますか。虫はね、虫多い。船虫が海なんで、山の虫あんまりいないんですよ。船虫がゴキブリみたいな感じで。家にですか。家に上がってきて、なんか食う。家に上がる。船虫が家に上がってくるの。すごいですね。うわ、ゴキブリだと思ってよう見たら、船虫。変わらんですけどね、あんまりね。そんな変わんないですよ。むしろ動き早いから。むしろ動き早い。足も多いから、ちょっと気持ち悪い。レベル上がってる感じ。人そんなおらへんのに、猫は何を食べてるんですか。ほんまですね、あのね、漁師さんとかがイランを雑魚を投げるので、うん、それを食べて生きてたらしいんですけど、そのうち人気になってきて、人がほとんどおらんのに猫がおるのどから島やるので、今観光客昨日とかね80人とか来てたらしくて、島の人口90人やのに。それって1週間に1回の岡山からの便ですか、それ。ひょっとしたら1週間分来てるから、ね、四国側から来てる可能性もあるんですね。そうですね、四国側からの方が来やすいので、1週間に1回しか来ないのは土曜日だけだから、多分ちょっと違ってて、ね、よう桃鉄にも乗ってないのに、ようそこ知ってましたね、その桃鉄で判断してる、ね、絶対乗ってないですよね、桃鉄。だって広島じゃないのに、広島初めて知りましたし、本当に広島の方がでかいです。桃鉄の中の駅ないですから、いい1個でね。すげえな、ね、岡
岡山からすぐ下の駅に行く直線でね、今日だけでこの桃鉄が二人の桃鉄熱すごいな。これ境でっていう、境で、境で西日本編なら。あ、そうですね、これはだってあれがね、瀬戸大橋がつながってる市ですからね、はいはい、あの岡山から伝わって。なるほど。そうなんですよ。で、あの観光客が増えて、観光客の人がわざわざ餌を持ってきてあげるようになって、ほんでまあまあ昔はだから、はい、あのまあ、野良猫やから、はいはい、全然ちっちゃいとかガリガリとかやったんですけど、はいはい、最近栄養状態が良くなってきてる、プク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 人間を見たら餌をくれるもんやと思ってるので、ああ公園の鳩やないですか。そうなんですよ。歩いとったらついてくるんですよ、わら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 じゃあすごい人懐っこいんですね。そうですね、めっちゃ人懐っこいんで。わ、いいですね。そうです。それでこんな感じで、ね、はいはい、あのお店が島に、うん、島に村が2つあるんですけど、うんうんうん、僕の田舎の方の村にはお店が、1軒ずつはい、しかなくて、はあ、これがその僕の田舎の方の山地商店で、何でも売ってるところだよね。そうそうそう、ね、なんやったら中でもうおっさんらがこうやって飲んでるみたいな洗剤とビールを並立して売ってるところだよね。そう、あったあった、文房具持ってるしね、文房具、おやつ持ってるし、タバコも売ってるし、石油持ってるしね、石油ね、灯油みたいなやつ。ちょっとね、でもポテトチップスとか凍ったら開けたらなんか味ちゃうな思って見た、賞味期限に1年ぐらい切れたりとかずっと置いてあるんだ。なるほどね。そうなんですよ。そこすごいな。ここが唯一のあれなんですけど、観光客の人が来てもこの見た目なんでやってるかどうか分かんないんですよね。で、はいはい、あの全然観光客の人が来たら普通売り上げ上がるけど、はい、もうやってるかどうか分かんないからみんな素通りで全然売り上げが伸びないそうやってるよって出さへんからそうあのしかもあれなんですよ、船が着くときにはここの船の切符もここの人らがやってるので、はい、そうなんですよ。港に行っちゃって船着いてる時間にはあのここ閉まってて、桟橋行ってますみたいな看板が下がってて、桟橋おるからいないんだ。そうなんですよ、観光客の人が着いた瞬間にここ誰もいなくて、そうなん、ここの人とかはどうやって生計を立ててるんですか。基本的にはだからもうあの言うたら隠居してる状態の人が、ここ の, あの店の人もおばさんがやってはるんですけども、60、70ぐらいの人がずっとやってはるっていう状態で。そんなとこで生まれて育ってた。生まれて育ったわけじゃないですね。あのここなんかこう田舎すぎて仕事がもうないので、あの出稼ぎするんですよね、やっぱり出てきて、都会に出てきてある程度の年になったら。そうなんですね。ほんで、あのうちの母があの神戸で働いていたので、僕はそこで生まれて育ってっていう、はい、でもあの田舎帰ろうとここ帰るみたいな感じで、ね、もう昔はね、なんかあのそうですね、僕もうちょっと人もおったんですけど、うん、ただ僕が小学生の時まで水道がなくて、この島、うん、どういうことですか。井戸水って、うん、あの一応あるんですけど、はいはい、あのすごい海底をこう配管を通してあるので、うん、その技術的に難しかったらしくて、うん、この距離をそれを 運ぶのは、あ、そっか、島でろ過するわけじゃないから、そうそうそう、島に養成所もまた別にあるから、そっか、うん、そっからわざわざ真水を使えないんだ。ずっとあの距離をこの船で1時間かかる距離を海底にパイプを通して、めっちゃ貴重じゃないですか、水が。そうそうなんですよ、そうなんですよ。から子供の時までは水圧とかも出えへんから、はい、うんうん、あの昼間に12時になったら役場から放送があって、うん、今から水道出ますって言って、あの家に水がめがあって、水道もらいにって水がめをためて北斗の拳みたいにならなかったんですか。水だーマドマックスみたいな、マドマックスみたいな、マドマックスみたいな、全員おじいちゃんとおばあちゃん91歳でしょ、そうしなきゃだよ、みんな土だらけだよね。それはそれですごい世界ですね。すごいですね。小学校の時にやっと、はい、あの水がちゃんと来るようになって、なんか水圧が、水圧とか出せる技術がついたんでしょうね、多分。なるほど、設備が更新されて、でようやく。え、けどそれまでは乗せたんですか。あ、それまでというか、水道が通るまでは、
あ、もうその時間制限もある前ってこと、うん、はもう完全に井戸でやってて、水が溜まるようなとこあるんですか。あ、確かに ね、一応真水は出るんですか。島やからあるんじゃないですか。池とかはないんですけど、うん、水井戸掘ったら水は出るんで、うん、水を、あ、そうか、自然の上流みたいな。そうですね。なるほど、ね、でも人口が戦争が終わった時にだから、うん、町におっても人が、うん、あ、仕事ないから言って島にだいぶ疎開とかでも帰ってきとったりして人がおって、すごい人口が増えとって、井戸を掘りまくったら水が枯れてきて、あの逆に海の底だから海水が流入し始めて、井戸水が塩辛いみたいな状態になって、そうなんという、すごいです。ショパンに持ってくる話しちゃいますね、ちょっと、ね、すごいですね。そう言われたら、ね、こちらはもう何も別に、いやいやいや、水道通ってるし、水栓だし、ね、まあ、違うね、違う観点からあるかもしれないんでね、なんだろう、どうしましょう。ちょっと日高町とか、日高町はどんなとこなんですか。日高町ですか。自然の厳しさ的な場所が分かんない。あ、ちょっと日高町を調べてみましょうか。日高町ってね、全国にたくさんあるんで。あ、そっか、北海道日高町でググってる模様も放送されてるんです。あ、そうです、されてますね。まあ僕は日高町、旧門別町ってところ。あ、旧門別町、もうバリバリ競馬の。そうですね、はい、あーはーはー、そうです、あ、これですね、あー、これがね、またね、すごいんですよ。日高町、門別町の方が人口多いんですけど、日高の方が知名度があるんで日高町にしたんですけど。そういう流れがある。日高町と、はい、そうですね、日高町と、どこあれですね、あの地図が分かりやすいんですけども。でも門別町と日高町って離れてますよ。そうですね、日高町と、ビラ取町と門別町っていうところで、三町で合併する予定だったんですけどね。あの、ビラ取町だけ財政が良くて、こんなとこと付き合ってられるかって。日高地区から門別地区まで60キロ離れてるんですけど、間のピラトリ町が50キロって横たわってるんですけど、はいはい、飛び地になっていけないというですね、日本一離れて飛び地っていう。ああ、そうなんだ。ちなみに札幌とか小樽とかはどこら辺になるんですか。ここら辺が札幌。いや、近いですよ、120キロぐらいしか離れてないんですよ。近いっすよ。日帰りできますもん。あ、へ、札幌日帰りできるっていうのは文化的な証拠ですからね。北海道では。それは何で2時間あれば行けますから、ね、電車で行くんですか。バスです。バスで2時間。函館までの距離が5時間って聞いてたんですけど、それより全然近いですね。そうですね、函館はうつからも5時間ぐらいはかかります。静岡くらいも遠いんで。あ、そうか、うん、東京、札幌から5時間って聞いてたんですよ。うつからも5時間ぐらいですね。あ、同じ、変わらないぐらいなんですね。え、どうな、あ、そうか、直線距離はあんまり関係なくて。そうですね、直線距離は近いですけど。まあ、あそこ通れないですからね、海。あ、いや、でも、ここ、あ、そうか、だからぐるっと回ってくる。こういう電車があるのか。なるほどね、まっすぐは行けないんだ。僕は桃鉄だとね、下の絵で設定が、そうね、桃鉄で言うと、そうですね、桃鉄下の方で、すごい別室蘭とかの方回っていくといくの、多分一駅の感覚とかすっごいんでしょうね。初乗りとか何円ぐらいなんですか。まあ、まあ、電車乗らない、うち、まあ、まあ、ジーゼルなんで。電車じゃないんか。ディーゼル、あ、ジーゼルですね。ジーゼルって言うんですね、うん、電車じゃない、ジーゼル、ジーゼルです、ジーゼルですか、単線ジーゼル。ああ、そっかそっか、電車じゃないのか。電車じゃないんだ。あ、そっか。あ、でもまあ、うちの日高本線っていうのは廃線になりそうなんですけど、なんか高波でなんか線路がダメになっちゃって、そのまま潰すっていう話です。直さず。すごいですね。そうなんですよ、なんか復旧に4年で何十億かかるって言って、もう誰も直さんやろこれ。なんですよね、なんかじゃあなかったことにみたいな。そうなんですよ、ただの波なんで。波って原発でも壊れてたら、ね、気象庁で直そうとかってなったかもしれないですけど、残念ながらなんもないので。でもう、まあ、日高町っていうのは、ね、冬とか厳しくないですかこれ。うち、はい、北海道では珍しくあんまり雪降らないんですよ。あ、そうなんや。地肌が見える日もある。あ、日もある。日もあるです。地肌が見える日もあります。夏場の話ですよね、地肌は。いや冬です。夏はどこだって地肌見える。でも札幌の中に夏は4日間しかないって言われたんですよ。え、そうなの。それは、まあ、夏、その人にとっての概念じゃない。それで肌出せるのは4日間だけだよって言われたんですけど、まあ、その人は半袖を買わなきゃいいんじゃないかなと思って。いや、半袖で3ヶ月ぐらい過ごしますよ、それ。北海道で
そうなんですね。何度ぐらいなんですか、しし、ね、平均的には。まあ平均は絶対短いですけど、本当に暑い日は30超える日も何日かあります。30超える日が少ないだけで、本当に暑い日はこっちより辛いです、クーラーない分。あ、そうか、クーラーないんだ。そうか、クーラーなんかある家ないので、もう暑いから図書館行くとかしかないので。なるほど。ただ本当に暑い日の数は少ないですし、夜の温度は違いますね。ああ、だからもうなんか夏とか家帰るともう帰りたいって、暑いってなってるので家の中で。まあ、馬はこれどうですか。馬はいっぱいいますよ。普通におるんですか。うちは今うちはシンボリルドルフとかそういう有名な馬、ああ今だとゴールドシップですね、あっていう有名な馬がたくさんうちの町の出身地で、長者番組みんな馬ですから、ね、そっか、競馬それでちょっと町おこし的な感じにもなってますか。町おこしっていうか、まあまあでも本当に役場とか行くと何々号何々記念優勝おめでとうみたいなのがしょっちゅう貼ってあるんですけど、オリンピック出場おめでとうみたいな感じで、へえすごい、馬がすごい。馬は本当に、まあ僕それこそ京都にも競馬場にもよく遊びに会いに行きますけど、まあうちは別に馬さん日教祖なんでちょっとね、うちの早は急にそんなん言わない急にぶっこんできました。ですと牧場の友達いっぱいいて、いいな、まあ本当にね、可愛らしい馬が、あ、本当に住んでたとことかでもね、餌やって噛まれたりとか、草やって噛まれたりとかそういうこともあるんで、馬に。だったり草食動物で、すごい肉食だったら今手なかったですからね。すごいね、うん、だからもうまあ競走馬は多いところですし、まあ牛もありますしね。ああ、そっか、牛の牧場もありますし、なんかそこにジンギスカンっぽい写真が出てるんですけど、こういうのね、あ、なんかジンギスカン、ジンギスカンが名物ってことはないですよね。まあジンギスカン北海道どこでも食べますからね。あ、まあそうですね、本当に何でもエゾってついてるイメージあります。ああ、なんか 桜とかもエゾ、エゾ桜みたいな、でなんかエゾ鹿とか、鹿とか、まあまあ、お見合い大作戦って書いてますか。お見合い大作戦っていう番組が来ましたね、確かに。あ、なんか、そっか、田舎に嫁探し、嫁さんが来てほしいよ、いうやつ。そうですね。あ、でもすごい、これそうですか、すごい綺麗ですね。なんかそういうところいっぱいありますね。へえ。うわ、でもなんか、綺麗。綺麗で綺麗でも。のどかですね。そうなんですね。なんかあんまり、なんか北海道っぽい部屋じゃないんですよ。河岸段丘なんで、あんまり平野側とかじゃなくて、海からすぐ山みたいな感じなんで、あ、だから畑できないんですよ。だから僕やってるみたいな感じ。土地も痩せてるんで、あんまり農作物がすげえっていうところですね。そういうところですか、わかります。じゃあどちら行かれます、これを受けて。何それ、何それ、こんなんあるんですか。大文字焼きみたいな感じですか。これ知らないですね。合成じゃない。あ、合成、そっか、そうだ、ね、上から置いてるだけだ、なんかデカスロンです、ね、デカスロンが、ね、はい、確かにね。これ書いてあったらすごいですね。ユキもじゃあどういう感じ。先行きますか。どこしよう、どっちしますか。どっちますかね。どっちが。多分ね、うん、あの高知県の方は武さんと若干被るところが。あ、そうね。なるほど。なるほど。海軍の町だもんね。そうそうそう。だから。カツオ、カツオ。カツオか。いや、まあ、カツオもいないんだけどね。まあまあ、え、あ、そう。まあ、愛媛の。連想ゲームみたいな。左下。左下ね。それアウトやつ。ちはや赤坂村。川遊び。ちはやフルが出てくる。大阪府の中で唯一の村。村。大阪府にも村は存在するんですよね、一個だけ。そうそう。で、もうすぐ負債を背負ってるらしい。それは大丈夫。ここだけ村がホームページがありますよ。ホームページありますね。もうでも奈良や和歌山電気通ってるんでね。ちなみにこの大阪の、まあ、梅田なり、うん、ナンバー、まあ、ナンバーからのアクセスはどうやって行くんですか。
千早坂さんは。まず、南海電車っていうのを探し求めてもらわなきゃいけないんですよね。はい、で南海電車近鉄いろいろあるでしょ、はい、で南海電車っていうのがね、おそらく難波南海電車なんですか、はい、それのがやっぱ南海なんですね。南海ですね。か、もしくは、おは、天王寺の、近鉄電車。近鉄電車。で、南海線には、何線、河内長野線、南大阪線。南大阪線。南大阪線に乗っていただいたら、河内長野っていうところまで行くんです。あ、だから決して千早赤坂村までは行かないんですけど、ね。何回か乗り換えればいいんですか。千早赤坂村っていう駅がない。はい、まず、まずその河内長野まで行かないといけないって。そうそう、河内長野まで行って、はい、僕の場合はだから、そこから大阪市内に来て演劇の練習とかしてたんで、うん、だから例えば、原付でその最寄りの駅ですよね、河内長野だったり、うん、三日市だったり行って、はいはい、電車で来るか、うん、でもまあ金がないんで、うん、原付そのままでぐーってここまで来て森の宮まで当たり前に来て、結構だってあれ地図ありますけど、あれ降ったらえらい災難ですよね。そうですよね。行って帰って燃料がなくなるみたいな感じですかね。うんうん、電車の方が安いんですか。いや意外に安かった、そっちは。それでも500円ぐらいだったから、おえ、まあ、難波から難波から河内長野まで行くと500円以上かかるんだよね、片道だけで。なんか高野線、そうそう高野線ですね。それでも現地で森の宮まで行って何分ぐらいかかるんですか。1時間半ぐらいかな、片道ツーリングみたいな感じです、まあ、すごいですね。もう原付がね、はあ、動かなくなっちゃうんでもう最終的に2、3年でもうダメになっちゃう。だって行って帰っても給油せなあかんぐらいですよね。すごいな。そんなのずっとやってましたね。そうで、これが、はい、あれでしょ、全部棚田が映ってる。棚田がすごいね、はい、こんなんなんやね。すごいね。日本の棚田100選に選ばれてるらしいんですけどね。へえ。そこの棚田がね、何やったかな、中学校の下にあるのかな。ちょうどこの棚田の上に中学校があるんですけどね。千早に中学校って一つしかないんで、みんなそこに行くんですよ。そうです。全校生徒何人ぐらいなんですか。全校生徒は何人だろう。いや、行ったことはいたと思うんだけど、僕の時に一応3クラスぐらいはあったんで、結構あるじゃないですか。うん、そうそうそう。うち全校生徒40人ぐらいですか。40人。全校、全校で。すごいですね。よくこの前廃校になって売ってましたよ。15万で売ってましたよ。15万ちょっと手届けます。途中で売ってた学校頑張って働いたら買えるから、すごい。買おうかな、劇団の稽古もしようかな。いや遠いでしょ。そうなんですよ。北海道なんかそういう、ね、学校とかを稽古場にしてはる。まあ、ところ、ね、不便なとこだから廃校になるので、うん、まあまあまあ、しかも暖房費とかで15万ぐらいかかるかもしれない。うん、ああ、ね、そうか、そっちの方。めっちゃ綺麗ですね。すごい、ね、かっこいいお祭りとか、めっちゃ良いとこや。ねけどね、そんなことしてるんですよ。コンサートできません。コンサートできません。棚田コンサート。そうそう、下赤坂、そうそうそう。え、お祭りもあるんですね。あるみたいですね。知らないですけど。演劇できません。演劇できるかね。あ、でもね、僕はね、学生時代の時にね、南河内万歳寺座さんとか来てたと思う。南河内だから、なるほど、なるほど。劇場みたいなのがあるってことですか。なんか市民ホールみたいに、市民じゃないや、村民ホールみたいな。村民。村民だから。市役所とかじゃないんですね。村役場。村役場。村役場に何かを取りに行くとかです。お前んとこの姉ちゃん村役場で働いてるやろみたいな。わあ、すごいな。いいですね。うん、そんな感じでした。けど AKB この前来たらしいですよ。え、なんでなんですかそれ。いや、知らない。ごめんごめん。ほんまや、AKB もっと来るか。AKB 来たらしい。AKB が。まあけどね、確かにね、都会から言っても行きやすい田舎なんですよ。だからこういうこの手の企画はやりやすいでしょ。過疎の村で来たんです。大阪唯一の過疎の村が書かれてますよ。どこにお前大阪唯一の過疎の村ってすごいですね。そんなことないだろう。そんないろんなとこ過疎だ。西成とかも過疎だ。大阪は大阪なんですよね。大阪大阪みんなすごい失礼な言い方だけど、大阪弁も喋るんですよね。そうそうそう、喋る喋る。で、河内弁ですけどね。大阪弁というより
で汚いやつね。そう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 怖い。あああああ岸和田とトトンぐらいですよ。匂いはそうです。だんじりもあったし。そうね、泉ナンバー嫌ですからもう。大丈夫だ。泉ナンバー嫌われるんだよね。泉ナンバー怖いなってなっちゃう。大阪ね、イタリアだって言われる。南ひどい。あ、南に。あ、なるほどね。ギャングがね。ギャングね。感じですよ。だから本当に何もなかったですね。コンビニとかもなかったし。あ、そうです。なさそうね。今もないんですか。今もないと思うね。人も減ってってるし、どんどん。さすがにできてるでしょ。いや、あのね、一回近くに、うん、あのできそうになったの、はい、コンビニが、うん、その時に、12時に閉まったのかな。時間のセブンイレブンみたいなのができて、でセブンイレブンみたいな感じで運営してたんだけど、なんか最終的にそんなに開けてても来ないなぐらいのノリになっちゃって潰れちゃったね。でもう普通のスーパーになって、ああ、ちゃうわ、その後になんか黒い車がいっぱい止まってたわ。うわ怖い。これかと思った。あそこの人逃げたらしいよみたいな。そういう感じなんですね。一本芝居できます。できるね。いい話や、いい話。なるほどね。わかります。結構ワイルドよね。うん、あ、お祭りは有名です、ね、秋祭りは有名なんです。これはお祭りがすごい結構盛り上がってる感じですよね。ヤグラ、ヤグラ、あのあれですよ、だし。だってツナないですよね。あ、え、あれはツナがあるとだんじりなの。まあ、それはでも詳しいじゃないですか。あ、そうそうそう、はい、あ、それは何の。いや、わかんないです。南河内はだんじりって言うんですよ。だんじりって言いますよね。形が違うから、岸和田と。あ、なるほど。場所によって形が違う。岸和田がスタンダードだと思うな。いやいやいや、いろいろありますよね。これはだんじりではないですね。正直言うと、こんなもんあかんと。ほんまに火落ちる前に提灯はついてないですからね。お手やろう。岸和田行きますか。ちょっと岸和田行ってみよう。岸和田行きますか。岸和田は田舎っていう。まあ、田舎は、ね、岸和田はね、まあ、アクセスを言いますと難波から、まあ、南海電車を探していただいて、はい、横川にあるという南海電車ね。河内長野に行くぐらいの距離感で、はい、あの南海本線という 海沿いの方をずっと走っていただくと、はいはいはい、まあ、30分ぐらい乗ってもらうと、あとはなんか真っ青の特急列車が500円で乗れるので、はあはあ、それに乗るとラピートというのと、もうちょっと早く20分ぐらいでは着く。すごい、なんか近いですよね。そう考えると、はい、もうこの画像から出てくる文化的な香りが。そうなんですね。城ありますからね。すごい。岸和田城。浮和田市は何がまあ名物かというと、まあだんじり祭りというものがございまして、はい、うん、でこの間ですよね。そうね、まさに。つい最近の日ですね。が本祭でしたね。その前日に演劇でいうところの、まあ、場当たりゲネプロと呼ばれるリハーサル、あの音響さん、照明さん、あのそういうあのスタッフさんが、ね、あのいないさ、じゃあスタッフさん込みで、お客さんがいない状態、客席がゼロの状態で本番を想定してやりますよという試験引きというものがございまして、試験ゲネ、地元の人たちだけが見に来るっていう、それが、まあ、本祭の前日にあるんですけれども、と1週間前と、はい、まあ、ゲネを2回するわけですよ。ああ、なるほど、石川前の前日ですね。慎重な劇団なんですね。あの信者の町という、うん、はい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 、信者のお祭り、まあ、人が死んじゃうんでね、簡単に。あんま芝居で人は死なない。すごい。まあね、はい、水が漏れるとか、そういうところでしたね。いや、あの簡単に家ぶっ壊れますから、屋根がバーン。確かにすごいですよね、はい、どんなお祭りかと言いますと、まあ、ちっちゃい子供、まあ、抱っこされてる頃から降りて、それぐらいのよちよち歩きの子から、あのガチのもうおっちゃん、おばちゃん、おばちゃんもいないです、ガチのおっちゃんまで、あ、みんな参加してはるんですけれども、男の人メインなんですけどね。で、速さを競ったりとか、90度の角度を普通の、なんていうんですかね、民家を、普通の道路ですよ、しかも車一車線しかないぐらいのところをささって曲がる、この速さを競ったりするんですよ。めちゃめちゃ重たいんですけど。でなので、曲がりきれなかったりとかする場合、その普通の民家なのでバーンって倒れて、家の壁がバーンってなるんです。なるんですか、割合。そういうのは見たりしてるの。見てますね。とか、
普通にだんじりが倒れると普通にやっぱ死んじゃうんで、はい、普通に死ぬぐらいすごいですね。 でもまあその、はい、もしお亡くなりになった場合は、はい、そのまあ20兆以上、はい、30兆以上ありますんで、はい、そのまああの海手山手とかいろいろ足していくと30兆以上いろいろあるんですけれども、はい、その年、うん、まああの明日明後日まで本番ありますよっていう状態でも、はいはい、その年にどっかのタイミングでなんかそういう不幸があった場合は、はい、その年とその翌年はその蝶はお祭りができないっていう風習もありまして、へー、うん、罰ゲームみたいな感じなんですか。うーん、罰ゲームって言ったらあれやな、一回ちょっと、ちょっとお休みするっていうのがあったりとか、まあ、練習中にあってもそうなんですけど、そのためにも死んじゃいけないんだよね。すごい、死んじゃダメだぞって。あ、それいいですね。だからガチでもう周りのそのちょっとちょけてこうわーって引いてる子とかも、子供でももう容赦なくどつかれるんですよ。もう上のおっちゃんなり危ないから、危ない、危ないぞやーっつって、死にたいんかって言われながら、はい、やばい、ちゃんと引かなみたいな。あー、すごいすごい、ガチなんですよ。だからその大人の人らもちゃんとやらん、ふざけてたらお前らほんまガチで引いて踏まれていくから、みんなにバンバンバンって、ね、死ですもんねっていう状態です。ちなみにさっきのあの民家の方々は、角っこに住んではる方々は、あのだんじり保険というものがあります。あ、見たことある。お家を買う際に端っこで潰れるかもしれへんからと、はい、その際にあの岸和田市からあのちゃんとあ、もう死の認められる断じり保険、死がもう認めてるってことですよね。、はい、もし何か人が死ぬであろうことを、はあ、そこの家屋はちゃんと直してくれますよっていう。すごいな。その代わり走っていいよ、どうぞみたいな。あ、潰れたら直したるから、うん、そう潰れても許してねっていう。電信柱にバーン当たってバーンとかもあるんです。それよりもこの断じりの方が大事やってっていう町ですね。すごい、言うたらこうなんか暴走族のあれを潮を上げて暴走を見てるのに危険度は変わらない。祭りだから、ね、祭りだからだけど、だ、ね、もちろん違うけど、祭りだ、ね、まだなんか優しくなった方なんですよ。昔私たちの世代より全然昔の世代は今一方通行なんですけど、あの通るルートがちゃんと決まってて、この時間帯にこの町がどこそこ通りますってのがあるんですけど、はい、昔は通りたいタイミングでこうすれ違ったりとかするんですよ。勘違いじゃないですか、はいはい、さっき行く行かへんとか、はいはい、こうわかります、こっちですかね、こう、はいはい、こうわーってくる時とかにこう競ってきたりとかあるんですよ。で、来たぞこれ喧嘩じゃみたいな、こっちが行くねみたいな、ほんまにヤンキーじゃないですか。すっていけないものをちょっと、あ、勝ち合っちゃった、行こうか行こうか、あ、こっちがくれた、じゃあ行こうかみたいな、あ、なんか、あの、子供らみんな当てねみたいな、みんな当てみたいな、やった、当てるってことですか。当てるというか、だんじりはもう祭られてるので、はあ、置いといて、その大人たちが車輪の部分がどつき合う、人同士がどつき合うっていう、うおー、そう、ただの暴動じゃないですか。暴動やったらしいんです、私は知らない時代なんですけど。まあでもやっぱり遥か昔はそうやったらしい。すれ違えてもちゃんと扱うっていう、ぶつかるっていうのは大事、岸和田仕草みたいな。そういうまとめ方なので、なんかちゃんとそれのダメじゃないっていうので、まあ、そうですね、にしましょうっていう、いろいろ変遷があって保険ができたりとか、はい、ってなったんだよっていうのを、全然あの私全然祭り詳しくないんですけど、それでもそこまで知ってる。めっちゃ上の方々は昔はそうやったみたいな、すごいね。あとは高校が堺やったんですけど、そこの、そこ引っ越しの堺やったんですけど、でもそうですね。で、そこの女の子たちはよく、はい、あの岸和田のだんじり祭りにナンパされに行ってましたよ。へえ、うん、祭りの時にナンパ待ち、うん、そう。それはやっぱりそのだんじり引いてる人じゃない人にナンパされてる。いや、どうなんやろ、そこら辺は僕は言ってないから。でも確かに勇ましがかっこいいとか思うんですか。七不思議っていうのがあるって聞いて、はい、ただでも私その2個しか知らないんですけど、だいぶ謎ですね。大丈夫、7個知ったらやばいですからね。大丈夫、まあ、2個のうちの1個は、はい、どんだけちょっとあの普段目立たない男の子も、うんうん、あのパッチ履いて胸当てしてこの100匹でタスキ巻いて、うんうん、おらー言うて火取ったら、うんうん、なぜかクラスメートの男の子がめっちゃ男前に見えるっていう、おー、
てるのが、うんうんうん、汗バーンかいてバーンって引いて、いやかっこいいの、わかります。男子らでみんな囲まってふわーって言ってる感じが、みんなやべ、女がここ入っていかれへんっていう状態っていうのがかっこよく見えるっていうのと、女子はなぜかみんな岸和田市民ね、はい、大和川よりあの堺に通ってる大和川っていうのがありまして、大阪市でいうとこの淀川、はいはいはい、淀リバー、越えない越、はい、えないっていうのがありまして、へで、あの向こうへ祭りやってる子じゃないと結婚したくないみたいな、あだからすごいな、ちっちゃい頃からずっと自分も祭りやってる町町で育ってきてるから、はいはいはい、そういう男の中の男で縦社会で育ってきてる子たちの地元で女子たちもいてるから、もうそれぐらい男気ある子じゃないとダメなんですよ。だから女の子はだからその8匹来てる祭り来てるやってる子の男子が好きやから、だから岸和田市に生まれた女の子、育ってきた子は祭りやってる子じゃないと嫌だって言ってる地元の女の子多いです。ほとんどそうか、早々と全然違うとこ行くから、あ、もうもう、あ、もうそれに馴染めなみたいな感じで出ていっちゃうから、全く祭り興味ないんでみたいな、あ、そういう人もいるんです、ね、うん、ちなみに私そっち派です。いや、こんだけ熱弁した割と10分ぐらい語ってましたけど、祭り、はあ、すごいな。いや、この末端の構成員ですら、この末端の構成員。最後にもう一個だけ言うと、私かつてミジンコタワーもプログラムをしておりまして、あのスーパーソニックジェットガールっていう作品があったんですよ。でその時にまあ今後ミジンコタワーも公演どうしようかっていうのがありまして、9月の2週目金土日やろうって、まさに先週私ちょうどそうですね、祭りの人かぶってて、すげえ引き手、しかもあの引き手その年で最後に卒業しようと思ってたんですよ。あ、メモリアルだ、はい、なるほど。それでもう自分が卒業できるって思ってたんですよなのでそれを最後ってもう自分で決めてたんで、はい、申し訳ないですけど私抜きで公演やってるって言わせませんって、すげえ悩まれ込んで、引いてるの、聞いてます。でもいますよね、いるんだ、はい、これあの年齢がありまして、あの28後半ぐらいになってくると後ろ手になっていくんですけど、で、あの15ぐらいから青年団に入れて、はい、一番初めの年はつな先なんですよ。まといとか持ってるつな先で、からのちっちゃい、ほんまに興味ない人全然興味ないですからのもう幼稚園児、小学生、中学生とかになっていくんですけど、はいはい、後ろの人たちもガチですね、年齢順で、ちゃんと綱元責任者とかちゃんといてるんですよ、ちゃんと。これ右を任せられるのはお前だけだみたいなのがあって、かっこいい、すごい、はい、すごいね。この後ろもこの辺の方たちが結構大事で、そうでしょうね、あ、そうか、これすごいスピードが振れたりするから、はい、振るのを止める人たちですよ、はい、でもあの上の人はどうやって選ばれるんですか。あれはね、大工型の方は、私はよく知らないですどう決めるかは分かんないですけど、すごい体力、えっちらおっちら行く人やんな、はい、えっちらおっちら、なんかだって何にもないですよね、命綱みたいな、ないですね、たまにこんな紐持ってる感覚が、ギャー感覚が、うん、バランスボールとかね、うん、ずっと結構なスピードで動いてるわけですよね、これ危ないですよ、これ、そう、感性の法則がね、大阪だね。ちょっと飛んで、今飛んで。飛んで、私その週末に動いてるのに。ごめん。めっちゃごめんなさい。週末にな。全然興味ないんですけど。いや、いいですよ。そうやって生きてきました。はい、でも、その週末に9月の2週目はもう今年で引き手最後なんで、うん、女子は大体あの、まあ、中学生高校生でみんなもう引くのやめるんですけど、うん、あの女子部とかが内調とかは特に、で。でもまあ20歳ちょっと超えたぐらいまであの引かせてもらってたんですね。でもう今年で最後にしよう、演劇に没頭しようって思って腹くくったんで、はいはいはい、その代わり今年まで引かせてくださいって言って、うん、いやでも3が出えへんってちょっと待って、でもなんかそっかお前でも祭りあんねんなってその時の座長の片岡百万両がめっちゃ笑いながら言ってくれて、はいはい、しゃあないな、どうする、ゆうさきどうするっつって、つってで劇団のみんなに相談してそう会議になってみんなが出ることにしたと、
いや、あの平日公演になりました。おお、変わったの。あのその週の金土日を抑えよっかって言ってたのを火水木の平日の3回だけ公演にしてもらってやったんですよ。すごいね。劇団の時に言った一番のわがままです。でもそれを認める側もすごい、しゃあないなってなるぐらいってことですよね。片山も面白かったよね、多分その理由。まあちょっとね、祭り感のあるイメージはありますよね、片岡さんもね。だからもう頭上がんないっす。あそれがそこでそこで、いやそれはね、まあでもね、だんじりスピリッツがなんかこういう感じはしますよね。行ったかいって言ってくれる、それを認めてくれた人も、ね、それはもうね、確かに岸和田っぽいところで育ってるもんね、あの子もね。そうですよね、ポイント確かに兵庫の岸和田みたいな。いやもうリスペクトです。リスペクトです。そう、いやすごいな。すいません、長々と。いやいや、なかなか迫力。ちょっと悔しになってきたね、でも。悔しになってきた。いや、でもこんな祭りないね、うち。祭り、ね、祭りないね。ちなみに猫はいません。ね、いるだろ。いるだろ。あんまいません、あんまいません。猫も引かれるかもしれないですからね、もうね。そう、逃げてるかもしれないですね。ちょっと、馬とは競り合える猫で戦える気がしたけど、ここで何時には勝てないです、ね、早いですからね。馬も曲がれないかもしれないですね。そう、各うちらちにぶつかるみたいな感じで。エゾ馬みたいないるんですか。エゾ馬でもらう馬はいないですよね。あ、もらって意味なんですか、エゾって。いやいや、そんなことないですよ。あれは何でエゾが、エゾ地方のあれやからみたいな、エゾですからね、エゾ河内なんとか。そう、あー、なるほど。河内温度みたいな、エゾ温度みたいな、エゾ温度は、エゾ宮城なんとかみたいな感じ。そうですね、泉地方もそう。広すぎますからね、エゾ一つ。エゾって、でも北海道はエゾ全部、俺たちが北海道。竹信さんの勘当たってましたね。そうですね、めっちゃ好きやん。喋ってるとね、チャーハンが2杯飲むだろう。面白い、お祭りが面白いですね。でもやっぱ地方性が出て、でもここだけかな。北海道ってでもお祭りです。雪祭りとかのイメージ。雪祭りはもうね、由緒ある祭りじゃないですから、ね、雪で雪を作ってるだけですから。めっちゃ毒吐くやん。演劇する前に来たんですか、大阪。いや、あの、まあ大学でこっちに来たので、うん、京都に来たので、はい、ああなるほど。なんか札幌とかって演劇シーズンとかあるじゃないですか。そうですね、まあ、そもそも札幌に住んでたことがないので、はい、ただまあうちの劇団で札幌で公演をし始めたので、笑い内閣としては、だから札幌のイントロとかいますからね。イントロ、そうですね、まあ、そうね、その札幌の演劇の人ともこっちに来て向こうに行くようになってから札幌の演劇の人といろいろにはなってますけれども、まあでもそうです、雪祭りっていうのはまあ雪像をねいっぱい作って、はいはい、まあ、自衛隊の人が活躍、自衛隊っていうのはそのためにいるんですね。無理くり無理くりいい流れにしてますね。自衛隊っていう任務っていうのは札幌雪祭りで雪像を作るから、そっか、そのために自衛隊はいるんです。そのために行けるんです。あの、そうです、そのためにちょっと、ね、いい香ばしい話題を持ってきます。なんかそんなね、海外とか行ってる場合じゃない、栄光に海外とか行ってる場合じゃない。雪像、誰が雪像作るんだって。そんな有事なんだって、誰が雪像するんだ。鋭い視点ですよね。そうですよ、雪像のためにね、よさこいソーランとかね、そういうインチキ臭いね、高知で。そうそうそうね、パクってんじゃん。ソーラン節って最初どっから来たんですか。ソーラン節っていうのはもうなんか北海道でニシンが来たかどうかとかっていう、ヤーレンソーランですか。そう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 、ヤーレン寮とか、はいはい、それどっかのうさんくさい大学生がね、よさこいとね合わせてるっていうね。もうよさこいが結構いろんなとこに、よさこいがねフランチャイズしちゃったんで。そう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 、いろんなところでよさこいやってる、やってますよね。よくわかんないやつがよさこいソーラン全国でやってるみたいな感じになってますよね、お祭りで。言うて北海道って新しいから、そういうあれ伝統文化的な祭りはないのか。だから、まあ、まあまあせいぜい100年ちょいぐらいのものが多いですよね。そっか、本当にそれこそ映像だった時代は。いやでもうちの田舎は本当に愛の聖地のところに近いんですよ。僕クラスに和人ほとんどいなかったんで。和人100% 和人なんですけど、愛の地入ってる友達の方が多かったですね。え、本当にそれは分かるもんなんですか。やっぱり耳毛の濃さとか違いますからね、やっぱり。
やっぱりその顔濃いんですやっぱり思い出したそういうことすごいなんで二舞台ダムっていうすごいアイヌの萱野さん萱野しぐれさんっていうすごいアイヌダム参議院議員だった人とかがうちの地元の人なんで、すごいだからそういうアイヌの伝統的な儀式みたいなところはしてるのはやってます、ね、あなるほどアイヌの方の伝統儀式があるのか何があるんですかアイヌの方アイヌのコロポックルコロポックルはでもなんかそういう僕もよく知らないんであれなんですけど、うん、そういうアイヌ的な儀式とかをしたりとか、うん、そういうのをやってますね伝統的なのはすごくうちでだからなんか遠足とかでも釈迦院の銅像とかそういうとこ行ってあすごい釈迦院とか釈迦院並んでそうなんですよ。すごいね。すごい、いや本当に北海道でもうちはすごい多いんですよ。高校ちょっと別な地域のとこ行ってたんですけど、そこはほとんどアイヌいないんで、全然アイヌの知識に関するところが違ってびっくり。同じ北海道の中でも違ってびっくりしました。全然知らないっていう人ばっかりになっちゃって。高校行ったところはアイヌの人を追い出して。集団移住させたとかっていうから全くいないんですよ。へえ。そういうところもあるんです。なるほど。あ、そういう事情は知らないですもんね。全然わかんない。日高は本当釈迦院の本拠地だったんで、し、移住とかもそんなになかったのですごく残ってます。へえ。手塚治虫のシュマリを読んでいただいた。シュマリ。それよくわかると。わかりました。じゃあちょっと面白くなってきましたが、ちょっとぼちぼちちょっと一通り回って CM して、そうですね。もうちょっと詳しく聞いていきましょうかね。持ち込もうと思いますが、はい、あ、じゃあちょっとね、5分ほど休憩します。休憩します。はい。じゃあ CM どうぞ。14、15、その辺の土日、金土日ですね、その辺の金土日、インディペンデントシアターファーストにて、赤組プロデュース公演バーあの世が開店いたします。シリーズ第3弾です。第1弾第2弾と好評博しまして、皆さんお隣で誰かが飲んでいる時に気になる話をされたりしませんかね。そういうバーのお話です。皆様のお隣に座っている方が歴史上のある人物です。ぜひ、皆さんもお酒を飲みながら、バーにできてくれるお客さんたちの話に耳を傾けてみてください。もちろん私山本美和子も出演いたします。私第1弾と第3弾で出ますので、多分同じ役になるかなと思ってます。皆様のお越しをお待ちしております。ぜひあの世とこの世の境目にあるバーでお会いしましょう。待ってます。はいどうも、永瀬智弘でございます。はいどうもスタンプの吉弘です。はいよろしくお願いします。10月の、2日、はい、3日、4日にですね、オリゴ糖さんの第36回公演、はい、折り紙の適応戦略という、公演を、やらせていただきます。このお話はですね、ある意味そのあるコミュニティの、起こるお話でございまして、男女の関係といいますか、何といいますか、そういったお話でございます。正直言いますとね、まだ、はい、台本まだできてないんでね。そうなんです。半分しないんで、まだ僕たちもこの話どうなるんだろうっていうのがよく分かってないですけどね。永瀬さん、今日台本増えました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。折り紙をですね、はい、今一生懸命練習しています。折ってます。ただ折ってるだけじゃないんですよ、これ。折り紙という言葉にはすごい意味が があるんですよ。折り紙、すごいですね。むに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 、あまり言うとネタバレになってしまいますんでね、これもで一体どういう話なんかなとお楽しみしていただければいいかなと思いますので、はい、お仕事第36回、折り紙の提供戦略、ぜひお楽しみくださいませ。はい、お楽しみに。楽しみに。はい、見に来てね。SP 水曜劇場をご覧の皆様、こんばんは。手のひらサイズです。
次の公演の紹介をさせていただきたいなと思ってまいりました。老人と怪物、これがですね10月の2日、3日、4日、5日、金土日、月曜日までやってるんですけども、アベノハルカスのウィング館9階でやっております。スペース9というところです。今回ですね、泥の子を見ていただいた方はあの雰囲気分かってらっしゃると思うんですけども、今回もですね今までの手のひらサイズとまたちょっと異質な感じで、作っております。老人と怪物、2面舞台でですね客席が両方にあって、お客さんが両方にいる中で作っていくんですけども、その中で2つの話がいろいろ交錯していく、老人と怪物、これ細かいことを言うとですねものすごい難しいことが書いてます。これだけ文章だけを見てもねものすごいわからないので、とりあえず1回見に来てください。1回見に来ていただいて、あいいなと思ったら2回3回と、全部で10ステージあるんですよね。西廊下と10ステージ、4日間で10ステージおかしいなと思った方いらっしゃると思いますけども、過酷なところを耐えている僕らも見に来てください。はい、そして、手のやサイズの代表作でもある人生大車輪がですね、もう一度やっちゃおうということで、東京だけなんですけれども、東京だけなんですよね、12月の22日から27日まで、年末の忙しい時にすみません、シアターグリーンベースシアターでやります。これはステージ数は書いてないので僕は全く把握しておりません。10回とかなんか12回、これも10回とか12回やるんですか。結構何日ですか。頑張ろうよと。23、24、25、26、27、あ6日ありますもんね。当然ですよね。6日あるので全然大丈夫ですね。はい、はい、ということなのでこちらもよろしくお願いします。お願いします。はい、こんにちは、加納とおさんです。加納とおさんではですね、次回公演が決定しています。加納とおさんボリューム22因名付け陰陽師、9月25日の金曜日から27日の日曜日まで梅田のヘッポホールでやっております。これはね陰陽師の話なんですけども、まず当主阿部のハルカスが死んだっていうところが始まるんですよ。まあ、このコントもあるんですけども知ってるというかな。はい、その続編というか、そこからすごく膨らませて作った、まあ、90分とか100分ぐらいの、話でございます。ダメな家族の話ですね。自立できないバイトになります長男、過去の恋愛忘れられない瞳の綺麗な次男、東京モード学園に進学したいと希望する三男、はい、をはじめとする、まあ、いろんなダメな家族のメンバーたちが出てきて、もうとんでもないことになるぞっていう話です。はい、そうですね、チラシをまんま引き伸ばしたポスターがこちらで、こちらがですね、ちょっと梅田とかに貼ってあるのでですね、ぜひとも発見したらちょっと柱と一枚撮っていただきたいなと。そうですね、あとアフターイベントが各回ありまして、まあ、これはホームページとかブログとか見てくれたらいいんですけども、例えば、25日金曜日は安子仏の世界という、佐々木安子さんが仏の世界を思う様表現するというイベントだったりとか、まあ、そういう各回いろんな楽しいアフターイベントがありますので、ぜひ来てください。はい、ですね、料金はですね、前売り3000円、当日3500円、はい、学生、高校生以下が2000円というお値段になっております。こちらポリッチで、予約していただくか、 E プラスで買っていただくか、メールが電話をいただいたらちゃんと予約しますので、ぜひよろしくお願いします。では皆さん、お待ちしてます。はい、いやーというわけですごいです ね、知らん間にお酒の量が増えてますから、すごいですね。この休みの間に何があったのかっていうところですね。そうね、はい、買いに行きました、ね、エンタメですよ。エンタメ、さすが、さすが、なるほどね。キヤジとかですかね。キヤジ今だけなんでね。こんなエンタメなの。鮭の味なんですか、これは。鮭の味なんですか。いやいや、この間秋味の瓶ビール飲んだんですけど、はい、美味しかったですね。あお酒好きなんですか。永遠に飲んでますね。それはやっぱその岸和田の人っていうのはそういうあれ。いや、なんかそういうわけではなく岸和田で食った、はい、そういう感じですね。ずっと飲んだら泉ナンバーなくなりますからね。そっか、なるほど。車に乗れない。椅子ぐらいになります。椅子だるみたいな。でも
それで思い出したけど、はい、うちの田舎の人らが割と男の人酒飲む人が多くて、はい、田舎の人も、何かなと思ってたんですけど、はい、あの仕事がね、うんうん、あの島ではないからこっちで働くんですけど、はい、まあ、基本的に宮大工とか家具職人とか造船職人とかやっとるんですよね。宮大工か、基本的に宮大工、はい、そうなんかそんな神社そんなにないじゃないですか。そうですね、そうですね、でもなんか割とそういうなんかどっか外に行くんだね。そうなんですよ、ね、そうなんです。ほんであの船大工として、まあ、みんな、ね、まあ、海に囲まれてるし、そうだ、ね、はい、神戸に来て仕事しとって、はい、ほんでみんな酒飲むのなんでやろうと思ったら、うん、あの冬にね、はい、昔やから水に浸かりながら作る時とかがあったらしくて、ちょっと浸かるレベルってこれ一夜としたら多分この辺だいぶ冬ですよ、ね、冬に6分以上いってるんですよ。ここで何の作業するの、この状態でこうやるってこと、浮かべながらちゃんと作るんですか。あ、そういうことか。だから浮かした後で何か修繕するとかあるんでしょうね。だから多分宮島みたい宮島ちょっと見てる、ね、それで飲んでたら危ないじゃないですか。そうね、そうそうですよね。でも冷えちゃうから、寒いから、ロシア人がおったの、そう飲むと一緒で、あ、頭ちょっとおかしくしちゃって分からないようにしたらいけるやろ。河原田おっちゃんが醤油飲んでるみたいな。もうそんなビールとかじゃなくて、そんなやつ見たことない。日本酒とかもバーボンとかじゃん。でも、まあ、日本酒でしたね。でもね、そっか、で手に入るやつが神戸やから灘の酒で、あ、なるほど。それで灘の酒やったら辛口やから水みたいにガバガバ飲んでも大丈夫っていうことで、はい、よくわからないその海水の浸透は大事だね。あれだろ、だから昼は暑くて仕事にならないから飲んでるってことじゃないの。いや、冬場に水に入るためにって言ってた。それでまあまあ何かのせいにしたかったやろうけどね、自分が酒飲んでるの。若干ちょっともう麻痺ってるんじゃないですか。リワート付けに。リワート海だしね、催してもそのまま。そうそう。そんなに。ちょっと女優よ。仕方ないんやぞ、ね、みたいな感じで。なるほど、ね、俺が飲みたくて飲んでんじゃん、これいるねみたいな感じの。まあそうですね。なるほど。言い方で。酒はでも、まあ、地酒とかもありますもんね、それぞれ。でも、ね、高知県の、はい、高知県って方も、あれ結局その昼から飲んでる人たちいっぱいいますね、まあ、漁師さんとか言いますからね、なんか漁師さんめちゃくちゃ飲むって言いますね。飲まんと寝られへんの。え、そんなに台湾には酒は寝られへんから、ね、朝の火取ってきはって昼から飲んではるみたいなのは見たことあるけど、ね、あ、そう、なんか5時ぐらいからずっと飲ん で、 そうそうそう、で8時9時で上がって、おばあちゃんたちはもうずっとビール飲んでるよ、昼から、うん、飲んでるおばあちゃんいっぱいいた。いや、いい生活です。その9時5時のなんかアフターファイブみたいなもんでしょ。だからそうそう、アフターファイブ時間帯的には変わらないですよね。ああ、そうそうそう、こうなってちょっと寝てるだけであって生活習慣的にはもうさしては我々と変わらないんですよね。北欧ぐらいのタイムで動いてる世界規模で言うとシエスタ的なシエスタ的な高知県ね。でもいいですね、高知県の方もそうですもんね、酒、うん、遠いですよ。でただ大阪から行くのがものすごい時間かかりますよ。高知県の端っこって言ってあのこうなってるじゃないですか、足摺の方なんで、なんか、じゃあね、そうそうそう、九州側の方で、だからもう九州です、ね、沖縄行く方が近いっていう。信長の野望で言うともう一条家の方ですね。一条家長宗我部でもう元近い、元近い、長宗我部強いけど一条家弱いですからね。九州ほんま近いんですか。そうそうそう、四国ってそんなに緯度低いんですか。僕ちょっと地理がよう分からんけど、緯度は低いですね。あの和歌山の先っぽと同じぐらいです。だから台風が通る地域なんでしょうね。はー、うん、桃鉄でも通ってました、台風。あ、台風ね。待って、今もね、台風とかあるの。タン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 、桃鉄って時間長いからやるの。もう行くんかなって思ったら、タンタン、四国バーンタンタンタンって。それどうなんですか。で、損害保険カードがないと大変なんです。もうカード出てきてから分からない。俺なんかゲームしねえから分からない。僕白いカセットしか分からない。もう愛媛ですね。そうそう。宿毛市、これはね、そうそう、だから宿毛ですか、ね、稲田真理さんとかがさ、あーはーはーはー、よく脚本で書く宇和島とかは横なんですね。宇和島はちょっともう左上ぐらいですね。そう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 、愛媛県ですもんね。そうそうそう、うん、これ泉さんが言ってたとこ、土佐清水市、土佐清水市、こんなこういうとこ、あ、そう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 、ここがそんなイメージ。詳しく言うと僕は大月町の方なんですけど
ね。あ、ほんまにじゃあ最西端というか。ちなみにここは猫は？猫はいると思う。猫はただ その島の名前は知らん。色ちゃいますもんね。ちょっとちゃうんやろな、だから。めっちゃダイビングしてる。そうそう、有名なんですよ。柏島って言って、あ、そこが柏島なんだ。ここですね、なんか四国のね、足摺岬。はいはいはい。そうですね。でも、あ、猫島それこそコンビニないですよ、本当に。いや、スクモにはありますけどね。でも結構しっかりした家出てますね。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。わらぶきしかない。わかりません。3匹の豚だな。何やそれ。いやでもなんか酒飲んで大工してるかもしれないですけど、やっと家建てれて、若干塀塗るっていう技術あるんだみたいな。下はちゃんと水通ってるから。そうっすよね。ビー玉とか置いたら転がるかもしれない。あ、ね、斜めってんねん。そうですね。なんか誤解だけとかあるじゃないですか。ありますやん。いやいや、あるよ。待って待って、社宅かもしれないんで。あるよ、社宅かもしれないんで。あるよ。やばいんじゃない。やばい。今映した赤いんです。会社あるんですか。会社あるある。あると思う。山口県でいうところのユニクロみたいなのはあるんですか、高知県で。ああ、そうですね。ユニクロはまだ見つけてないな、俺。最近帰ってないんだけど。いや、あの本社がユニクロ。ああ、山口県。そうなんや。ないない。そんなものないてり。そんなもの。大塚製薬とか四国にあるじゃないですか。徳島にあります。そういう感じで高知県の、うわ、この本社高知県みたいなのはあるかもしれない。だから高知県ピンチなんだよ。何にもないんだ。だって高知県のさ、高知県の中で一番さ、あの栄えてるところあるやん、まあ高知市だよ。そこの駅の横にあるのは百貨店とかじゃなくて高難なんだよ。それは大ピンチだよ。いや、いるよ。だから家建ったんやんか。そうそう、家建つんだよ。だからセレブ。これはかなりセレブってこと。違う。俺本当に怒られるじゃん。そういうことじゃないよ。笑うと家が建てやから。そういうことですよね。金を建てて、はい、ようやく富士工務店って高知県で有名なんですね。あ、ほんまだ。工務店、工務店、工務店、これ工務店が施工した代表みたいな写真じゃないですか。これがだからベストです。なんてやる。ほんまや。なんてやる。俺らに任せたらこんな家建てれるでみたいなやつ。あんたらそんな言うけど、高知県出身意外に大阪多いからな。やばい。言論に気をつけないか。言論は気をつけないか。敵に回したいかんでしょ、これ。ここはでもね、あの、あれだね。あ、だからさっき言ってたさ、はい、あのさっきのあの大月とか書いてある地図ある。はい、あ、上の、これこれですね。左じゃない、左じゃない、左の。あ、こちら。そうそうそう。はいはいはい、そっちのあの土佐清水市ってあるじゃん。はいはいはい。そこの市長は現在演劇や大阪で演劇をやってる人のお兄さんだから。あ、そうなんだ。誰なんですか。いや、それは調べてください。一応濁してますから。そうなんでも好きで調べてください。高間さんめっちゃ好きやもん。すぐ調べると思います。ひじやくん。え、あ、そうなんや。周りの、なんかじゃない、もうミクロトゥーマクロ。ミクロトゥーマクロかな。へぇ、お兄さんがやってる。ひじやけってこの地方に多いんですか。そうなんだ。から確かに珍しい名前なんや。土佐清水の。あー、そうなんや。泥の谷、泥谷さんが行く。泥の谷とか行く。びっくりしたよ。だから土佐清水来てますみたいな感じでフェイスブックにへへへって言ってたらさ、なんでって。この市長俺の兄みたいな。なんでおんの。お前すげえ権力者じゃん。びっくりした。近くに権力者がいる。あぶねえ、偉そうな口聞いてたなと思って。ためやからさ、ため口聞くじゃん。ちょっとこれからさん付けにしようと思って。別にいいじゃないですか。なんでそんなビビるんですか。そうそう。権力に弱すぎるでしょ。危ねーと思って。あ、なるほどね。すごいですね。いや、え、あれ猫いる。これはこれはさ、うちの島なんですけど。ちなみに猫もいるよ。一個質問していいですか。はい。阿波踊りはどこのものなんですか。あれは徳島県。それはうちじゃないね。阿波徳島ですね。徳島県だ。よさこい。よさこいはでもガチで土佐のものですね。一応ね。土佐の高知の播磨山ばあしで、高知市からどれぐらいかかるんですか。ね、いい質問だね。待って待って、分からへん。5時間ぐらいかかる。あれさっきの札幌の距離ですよね。うちから札幌より遠い。高知の方が遠いんですね。そう、だから高知ってね、端から端まではね、あの
なんか違う山があって違う文化なんだよ明らかに。なんかあれですね、高知イナバウアーみたいな形してますよね。なんかねそれがこういう感じまあどっちが足か分かんないけど長いからなんか静岡県とか三重とかみたいにそうそうそう、ちょっとこうで、あの交通の便が整ってないって言い方も分かんのかもしれない。直線じゃなくてちょっと通り道していかんで海沿いだからもう全然ダメなんだよね。ダメって言い方も分かんない。スピード出されへんってこと緩やかな感じ。船の方が早いとかないんですか？うん、ないんですか。船ね、の方が早かったの。そう。でも船がなくなっちゃったの。え、なんでなくなったんですか？いや、儲かんなかったの。船はバンバン潰れてますからね、今ね。いや、けど船は今潰れてるよね。フェリーが今どんどんなくなってる。昔おばあちゃんとかフェリーで行ってましたけどね。そう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 。そうそう、それさえあったらね、早く行けたの。足釣りまで行ってたの。車ごと積んでね。そう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 。足釣りって確かフェリーの駅で有名なイメージありましたね。そうそう、でもね、今行かないんだよね。宿毛もすごいでっかい港が昔ね、そうそう、海軍の港があって、あの大和のテスト試験とかやったところです。ああ、でそれが戦艦大和の戦艦大和の走行試験とかをやったって、ものすごい海がボンって深くて、港としては ねそこそこ有名な港なんです。いきなり太平洋ですからね。最近なんか居酒屋でよくね、宿毛から来てますみたいなのがいっぱい書いてある。海鮮系の居酒屋いっぱいあります。わあ、あるそれは土佐料理系のっていうと本当かどうか知らないですなんか地区みたいな字地区宿る系だわ。そう、宿毛ですね。そう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 、宿毛北海道には宿毛 あれだわ、北海道には増毛って書いてマスケチュアありますから、ね、すげえ、そんなんあるすげえ。近くに赤ん子あります。全然めちゃくちゃ遠いですなんで聞いたの？なんで聞いたの？聞いたんですか？バスケ場からアカンコはクソー、マリモッコバスケ場からアカンコはクソー、アカンコ。そうですね、こっから山口ぐらいですね。相当遠い。そんなに遠い？でかいんですね、北海道スケールが1位、ね、そんなでかいん？すごいな。1位でかいですね。え、あの北キツネのとこどこでしたっけ？北キツネのとこでございます。あの桃鉄で言ったら北キツネが一番多い。それはね、絵だから分かりづらいですね。桃鉄めっちゃ怖い。ビエはね、わっかないとかね、わっかないは有名ですか。まあ、富良野とかはうちはまあ近いですけどね、120キロぐらい。ラベンダーラベンターですよ。はいはい、キツネはね、うちの島の建築物はこのレベルです。いいです。え、でもそんなそんな。なんか。でもこれはでも分かる気がしますけど。あれみたい、あのジブリのあの。あれ？あれどれなの？こないだのやつ。こないだ。こないだって。まあこないだ最近のやつってことですか？うん。え、そう。飛行機のやつ。クレタルブト。違う違う。なんかあれです。全然名前そう。ひらがな5文字ぐらいのやつ。風立ちぬ。風立ちぬみたい。そうかな。あ、でもね。でもまあまあちょっとその昭和かめ、うん、あのね。ガンガンガンってなるやつ。なんかちょっと石段っぽい感じの。そう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 。伊東はすごいね、面白いところありますね。全然僕の地元とかどこでも沖に行ったことがありまして、東京のロモンポップっていう劇団の沢太陽ってまず、はいはい、ロモンポップやったやつが地元で公演、沖で公演がしたいって言って沖に行ってたんですよ、はい、そのすごかったですね。なんか日本みたいな景色じゃなくてスコットランドみたいな景色だったんで、スコットランドってことないですけど言われますね。でもなんかちょっとあれが違うっていうことですか。なんかもうすごい沖の西之島っていうところを調べていただけたらね。西之島でも さっきなんか戸賀村の話もちょっと戸賀村も行ってきました。なんかだってその北海道に住んでる人が、うん、こんな田舎見たことないみたいな感じのことを言ってたのが、戸賀村すごかったですね。これ何？これ何？戸賀村でまずこれあんまあかんやつじゃない。キツネじゃないですかね。キツネかな。バカされてるのかな。キタキツネではないと思うんですよ、ね。裸じゃないです。これはすごい。なんだこれは。いや、戸賀村っていうのはちょっとご存知の方いますけど、鈴木忠っていう。はいはいはい、はい。すごい。人がですね、いわゆるトガフェスがあるところですね。そうですね、富山県の山奥なんですけど、はい、レベルが違いましたね。僕が今までしてた田舎っていうのは別にとレベルが、岩山でチェーホフとかやりますもんね。まずあの行くまでの道で、あの500メートルぐらいの山肌に無理やり道を作ってすれ違えないのですけど、落ちたら死ぬみたいな道のところ行って、すごいね。いやだ、死ぬ、もう帰りたいっていう死ぬっていうの道を越えて、あの今までの今まで行った田舎っていうのはまあ、はい、
まあ、昔は人がいたんやけど加速したんだな。なるほど。ここは最初から人が住むのが間違ってるから、ね。なるほどね。一番最初に住んだ人がおかしいって、はい、頭おかしいっていう神の領域みたいな山のこんなとこわざわざ住まなくたっていいじゃないかって日本は広いよ。すごい、ね、なんか事情があったんでしょうね。いやもうなんか罪人とかだったとかっていう話じゃないですけど、本当に落ち武者とかね。いやなんかまだ見つかってない集落とかあるんじゃないかなという感じしましたね。平家の落ち武者、それ楽しい。そんないやそんなレベル、それくらいのレベルの、いや本当に国道とか言ってたんですけど、まさに過酷な道の国道ね。そっちの国道なんだ。知らんかったらずっとそこにおるもんね。でもいや本当に でも山鈴木さん、うん、すごい700人もう村には400人ぐらいしかいない。この女何なんですかね。女安心してください。履いてますか。右上のやつこれ男性です。男性なんかとにかく明るい人みたいですよね。そうですね、明るい明るい感じですね。これも安心してくださいですね。水着でバイクとかやな。人がすごかったです。あれいやこれはあれですね。わすごい。これはでもでもあんなとこに気になるな。さあじゃあ水着でバイクとか乗ってあ、そうそうそう、いや乗ってみたいですね。すごいな、どこに行こうとしてるんですか。なんかかっこいいじゃないですか。最初見た時すごい可愛らしい感じ。じゃあなんかそれは俺も乗ったんだよね。地下バンビとか出てる時あ、ドカブラザーこんな感じなの。本当に限界ミステリーサークルみたいですね。なんかでも限界集落が生まれた感じでしたね。なんか本当に世界的な有名な村になって、これえ今の地点なんですか。これ今の写真写真なんですか。なんか絶対理由ありますよね。こんななんか形がさ違うじゃないですか。竹野さんの地元のあの作り方、ね、チャーハンさんとこ の, あの地元の作り方と、のみんな違うじゃないですか。だんだんだんとか本当になんか どういう産農業とかもできそうにないぐらいの田舎でしたね。本当になぜ人が住もうと思ったのかがわからない。これはでも限界集落っていうよりここまで行くとなんかここだけで成立してそうですよ。アート感があるからちょっとそれ手入ってんちゃいます。これでもその鈴木さん正さんが本当にここを選んでどうこうしたっていうのが本当に今サマーウォーズみたいな。鈴木さんでもなんか戸塚村とかね。この辺サマーウォーズっぽい。完全にあの家や。あの家やな。あの家っぽい。いや本当にすごいとこでしたね。なんかインフラ。いやなんか。紫陽花。でも割と演劇の有名な人が行ってますよね。へー、平田織座とか審査員やってますからね。へー、いやその日もう織座さんも来てるわ。細野さんとかも来てましたし。あ、そうですか。もうなんかえこんな人入ってる。世界的公演思い切って富山。富山です。雪と石と神様と。すごい。山の中の世界的公園。うわすごい、めっちゃ来てますよこれ。本当になんか今200人ぐらいしかいないところですけど、その日は700人ぐらい来てたんで。トガコンクール、決して交通の便が良いとは言えないこのトガ村に会場が満員になるほどの観客がいたことには驚きでした。どうするの、変えるとかさ。すごい。いやもうなんか一応バスとかは出してるんですよ。トガ演劇人航空、僕一回ちょっとこれ調べてやりたいなとか思ってたんですよ。車で行きましたけど、時間堂さんとかね、はいはいはい、あと元フランスファンの伊藤君とか、ね、おが挑戦してます。お、とか演劇人コンクール、はいはい、これですね。アートの極北みたいな感じです。極北ですか。3つぐらいだからこんな話いいかな。元フランスファンの方たちって岐阜出身ですよね。そう、ね、中部地方出身。近い。そうなんかこんな感じでそうやってます。結構ね、え、あこの人みたいな人が山口あかねさんとか、ね、はい、やってらっしゃるんですけど、山口あかねさん今年優秀賞、あ、そうだ、今回取ったんですよ。なんかその本当にところにいきなり劇場が何個ポンポンポンって建ててキャンプ場があってみたいな感じで、そう、なんかチェーホフとかそのウィリアムズとかいわゆるそういうちゃんとしたやつやるみたいな、ちゃんとした変な言い方やけど古典をやる、そう古典をここの場所を使って岩が舞台とかありましたね。ありましたね。
三好十郎さんとかやるんですよ。岸田邦夫とかね。あ、言うたらあれですね、大阪で言うところレトロ、あ、そうそうレトロ片桐さん出てるじゃないですか。久野さんとか、お前、そうそう、お前、お前片桐さん、そう、それ菅の会、菅の会じゃないか、今の空の会っていうのかな、菅の会っていうのがあって、ずっとこの久野さんっていうのがやられて、久野さんがやられて、毎年やってますね。いや、いやでも結構な人が来てるんですよ、ね、そうですね、面白いです、毎年の出演者と見てると。毎年、毎年引っちゃった、毎年やってるんですね。これ僕やりたいんですよね、実は。うーん、会社辞めてやろうかな。でも田舎っていうのは長いよ、僕が深いですね。面白いですね、これ。でもそんなとこを見つけたって、そんなところでできるもんだよな。でもなね、それこそやったらいいじゃないですか、そのまま実家にこう、実家の猫自慢の 猫演劇祭、瀬戸内芸術祭ってやってるじゃないですか。やってますね。近くに直島があるんですよね、さっき。直島近くもないですけどね、あれ、うん、直島はなんかね、うん、ベネッセがうさんくさいことやってる。いやいや、俺今回犬島のやつの血出しをそれはちょっとやめて。いや、まあ僕も真剣ゼミにね、ちょっと何年か投資しそうだけど。投資して赤ペン先生に血出しを作ってあげてたんですよ。どう思う、直島はどう思わはるんですか。いや、意外だな。ベネッセどんどん金出して、いや、あれけどベネッセが本当はややこしいんだよね。ベネッセが創業者が、あの創業者のおじいちゃんが、持ってるお金のやつと、はいはいはい、あとベネッセが多少協力してるっていう感じなんでね。元のお金はおじいちゃんのお金なんだよね。個人で、そうだから個人なんですよ。投資ってことですね。そうだ、投資とかじゃなくて、もうだからもう有り余るお金がもうあるんだろう、元に。ああ、不合法や。でもまあそういうとこって文化にお金をかけますよね。そうそうそう、くっそ、しまじろ。しまじろは悪くないから。待って待って。そんな言わんで、もうやめて、もうやめて。商売上がったりになっちゃうから。まあね、いや、いいですよ。うーん、ベネッセ通ってる。え、ベネッセ通ってる？ベネッセ間違えた。あの、しまじろの、ああいう、まあ、真剣ゼミとかもあるじゃないですか。ありますね。ああいうやつをやってる同級生たちはお金持ちなんやと思ってました。逆にあの、あ、家に郵便で届くじゃないですか、はいはいはい、なんか小学校、ね、中学校の時とかに、はいはいはい、なんか今からでも間に合いますみたいな、はいはいはい、赤ペン先生ね、赤ペン先生とか漫画だけ読んでたやつとかね、なんかチャレンジ1年生とか、はいはい、しまじろうのなんか楽しかそうみたいな感じのやつとかをやってる、あの長屋に住んでたので、そのあの昔、はい、岸和田よりもう一個前の時に関空ができる前の、貧乏な田尻町と呼ばれてた。田尻町ね、はい、田尻町、貧乏なんていないの。それ枕言葉ついてる。ちょ、マジ田尻町ってどんな、関空ができたから多少ちょっと潤っただけであって、はい、田尻町はだいぶ危機やったんですよ。それは泉南とかあの辺り、はい、泉南郡田尻町、はい、南海電車でいうところの羽浦崎です。あ、南海の駅全然言えないです。三崎公園寄りですね。ああ、なるほどね。箱作りとか、あっちのピチピチビーチのですね。ピチピチビーチ、ピチピチビーチは分かる。誰一人ピチピチしてないんだろうね。誰一人、昔彼女岸和田やったから分かる。ピチピチしてる人どころか人がいない。確かにね、ピチピチして割と黒い海やったからね、あそこ。で、その、はい、そこら辺にいてる時の、はい、何やったっけ。長屋に住んでて真剣ゼミがあって、いきなり3人何やったっけって言われると思ってなかった。どうしたどうしたどうした。で、長屋に住んでた時に同級生の同じ、うん、保育園に通っている、うん、女の子が、うち遊びにおいでよって言われた女の子の家に行ったら、うん、その子の家の一人部屋があって、うん、一人部屋がある。自分は長屋やのにね。バーンあって、しまじろうのぬいぐるみがバーンって、これ何？CM で見たことあるみたいな。テレビで見たやつやみたいな。知らん、え、テレビもあれでしょ？しまじろう。街頭のテレビでしょ？家のテレビちゃうでしょ？やる、このタッチペンやるって言われた時にすっげえもう、なんか。もうさあ、親目その話だ。親目その話だ。お父ちゃん、お父ちゃん。親目、それはもう、親目。本命が感じられる。すげえ。切ないから、親目から。めっちゃ切ないから。サンっていう名前が輝かしくて。それはもう、田舎じゃないから。田舎として輝かしくなってる。田舎
貧困の話をしてるわけじゃない。やめそうやな。みんな田舎はみんな町の酒屋さんとか八百屋さんとか、みんなあのお使いで子供が行ったりとかして、うちあの年離れた弟がおるんで、その弟の粉ミルクを買ってきてくれ、晩ご飯をおかんが作ってる間にって言われて、その粉ミルクをさっき の、 あの商店じゃないですけど、はい、あの行くんですよ、はい、あのそのいろんな文房具とかいろいろ売ってるところに粉ミルク売ってるで、ほんじゃん、あ、どこそこの町のどこの団地に住んでる、うん、誰誰あの子やねみたいな、でいつもお母さんが買い物に来てくれるみたいな、はいはいはい、で、あの弟の粉ミルクくださいって言ったら、うん、じゃああのいくらでいくらやでみたいな、で次の日におかんがそこに買い物行った時とかに、あの昨日娘元気ですいませんみたいな、いやあの来てくれてんでみたいな、おかん同士もつながってるし、そのなんか今まあね、なんやろ、まあ、万引きとかも多いかもしれないですけど、昔はできないぐらい、みんな顔知れとる、ね、そうそう、お客さんも顔見知り、駄菓子屋も文房具屋も商店もみんなどこそこの悪さしたら、どこそこの子が悪さしたら次の日には分かってるっていうあれですね、こんだけ、え、なんでこの子今日100円持ってるみたいな、うん、はいはい、そのレベルで分かる、そのレベルで分かるぐらいの100円持ってるだけで分かるんだよ。だって普段は持ってない、あいつが持ってるってなると、やっぱコミュニティとしては結構あるんですよ。俺も田舎の島で夜の8時ぐらいにコーヒー飲みいただってさ、コーヒー買いに行ったよね、あるお店にね、うん、あ、ほんなら次の日に親戚のおじさんに、お前町の中やったらええけど、この島で8時とかも夜中やから出歩いてあかんでって、なんで知ってんのお前。誰か見とる、誰か見とる、なんで8時に出歩いてあかんの。そこは怖いわね、もういろ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 すごい社会がね、そう、だうちの島警察ないんですよ。レッツ村八分みたいな、そうそうそう、悪いことしたらレッツ村八分レッツだよ。うちはもう逆にね、出かけても人に目撃されることが難しいですからね。あ、なるほどね。全員忍者じゃないですか、ね、目撃されるっていうか、もうだから家このシャツ着ててもですか、家がないこの黄色いシャツ着てて、隣の寒さでこのシャツ着てたら目撃されようがないですね。隣の人1キロぐらいとか、そういう人口密度の問題、そういうのもあるんだ、なるほどね。そうですね、いや隣なんかドバイ、どうもうちの隣ドバイの王族が住んでるとかして、なんかドバイのやつが牧場作ったとか言ってた。ああ、そうかそうか、日高だから。なや、ね、隣 UAE かっつって。UAE な。なんかでもね、キャー助けてとか言っても隣遠すぎますよ。すごい。エイリアンのジャックみたいですね。あなたの叫び声は宇宙では誰も聞かないみたいなノリですね。自己責任ですよ。そうそう、誰か分かってた。分かりました。今のはあるあるですから。突っ込んどか長いよ、ね、エイリアンのあるあるではないです、ね、っていうか、そういう感じで結構ね、時間経ってるんですよ。そうですね、えらい話し込んでしまいましたが、いやいやまだ話し足りない、足りない、もうちょっと、もうちょっと、違う、その笑っていいともシステムじゃないので、そう、ね、あれどういうことっていう方は聞いていただいて、またまた、だって泉さんの実家の話聞いてないもん。いや僕恐れ多いですね、今の話全然聞いてないし、僕一応 MC ですから、一応その形でさせていただく。またじゃあ、だから第2回をやりましょうか、今度田舎を、うん、田舎の今度、じゃあ岸和田の括弧で入ってきてもらって、まず岸和田の括弧、岸かじっていうのがあるんで、それ口にしましょう。めっちゃ気になる、めっちゃ気になる、岸かじっていうのも地元のコーラばっかり着てる服装があるんで、うわ、これちょっと尽きない感じですけど、今日とりあえず、はい、とりあえず時間も、そうですね、お客様いらっしゃるんで、そうですね、とりあえず一旦ここで締めさせていただきます。全然地元好きじゃないですけどね。じゃあ、告知がある方は、とりあえず告知が、はい、あれば、ぜひぜひ言っていただければ。告知、いや、多分あの高間さんがね、一番熱いです。今ね、これ本番がもう明日、明後日からですか、ね、日後からですね。そうですね、コントコント、スタッフが今仕込みしてます。僕何も役に立たないんで来てるんで。えっ、そう、この前4月出た時はチラシで来たんで、こちらです、ね、ああすごい、はい、ちゃんと色味とかフォントもね、で、はい、こちらです。京都のですね、吉田寮というですね、京大の中の寮があるんですけれども、あの安全な寮です、大丈夫です。収穫がいるのは熊の寮なんで、あの吉田寮はさんちゃん、安全な寮
ところであのコント、うちの劇団10年もやってるんですよ。あの有名になったら3年前ぐらいなんであんまり有名ないですけど、10周年記念で高間ニズム宣言というコントをやります。さんちゃん目立ってんでちょっと、こちらですね、僕があの絵を描いている人にあのヨシリンの顔にヨシリンのやつに似せて僕の似顔を描いてくれていたら思った以上に似すぎてしまった。似てますね、似てますね。これは訴えられたらまずいパターンです。ちゃんとまずい、ちゃんとまずいやつ。小林よしのりと小林よしのりの似顔より小林よしのりの似顔と僕の方が似てるんですよ。あ、確かにね、眼鏡もかけてますからね。そうそうそう、本人よりメガネもかけてるからっていうのは、メガネはいっぱいかけてる。それは俺もかけてる。通やって、通やって、はい、なんか徳地なし子さんのおまんこ騒動とか、あ、はいはいはい、ありましたね。あと現代高校 AV とか、なんかそれ面白そう。それ面白そう。それ織田さん渋幕気に来ますよね。戸賀村で織田さんに会った時に、はいはい、なんか高間くん次何やるのって言って、はい、なんか全然これがあると思って、はいっていうチラシを渡しちゃったんですよ。あ、じゃあやばいです。現代交互 AV を。現代交互 AV って織田さんが見に来るかもしれないです。まあそういうなんか皇室コントとかやばいことやってるんで、ぜひ見に来ていただきたいと思います。あと土曜日から同日月でやってまして、10周年記念パーティーやってるのと、日曜日にあの学生演劇ドラフトというですね。それやめた方がいいよって HMP の笠井さんが言ってた。そんなやばい。ちょっと若い子もかわいそうやで。あの学生劇団の人間を中堅劇、僕らみたいな30前後の劇団がドラフト会議で指名するというですね、非常にあのどういうことなんだっていうことをやるんで、あの今ですね、ぜひ見に来ていただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあご用意してた、どうぞ。はい。今日梅坊見に行ってきたんですよ。おお。梅坊。クロス神社ハリケーン。え、もしかして。今日で終わったんですけど、めっちゃ面白かったです。あ、それで、次回出るとかそうなんじゃない。ダクトパーティーとして出るとかじゃないの。それが。ダクトパーティーとして私1月に出演いたします。おお、でもすごいスタンス、スタンスねっていう、一回やってましたよね。見てないんですけど、かつてやってたらしくて、見ました、すごく面白かったです。あ、そうなんですか、はい、結構、あ、そうなんですか、冷めてんな。全然ほんと知らなくて、めっちゃ面白かったですよ、スタンスは。リンクスでやったやつ、リンクスの東京、リンクス東京でやってたやつ、ザンさんとか出たやつですよね。ザンさん出てましたね。そうです、怒られて。それと、もう一個新作の、なんか、こうなんていうの、二部構成というか、はいはい、二本立て、はい、二本立ての作品らしいんですね。吉祥寺シアターね。はい、吉祥寺シアター、東京になるんですけど、1月16日から1月31日まで出るんです。東京ですけど。出るんです。大阪ではないんです。東京です。なんかね、大阪やってほしいなって私は思います。でも勝手にやったらいいんですか、やってくれへんかなって思ってます。なんか阪神電車の前とかその時勝手にやったりね、梅坊さん、フラッシュモブ的なね、せっかく今回大阪来てるのにやったらいいのって思ってます。吉祥寺だから、それは1月の16日から31日、2週間ぐらいやってるんで、割と多分もったいないから大阪もね、せっかくね、まあ、2週間ぐらいあれば1回ぐらいはいけるから、ね、もしかしたら東京にいるかもしれないですからね。そうですね、僕出張で行ってるかもしれないし、うん、もちろんなんかこう、ここ1年半年ぐらいとかでなんか見に行くのとか、大阪東京って距離関係ないなとか思ってたんですけど、 でもやっぱりね、地元でやってくれたら面白かったらもう一回見に行けるこのフットワークの軽さがあるんで、ぜひとも大阪でやってほしいなって思うのと、これもまた同じくカリチラなんですけど、色合い一緒なんで、さっきのやつとちょっとあれって思うかもしれないですけど、さっきのやつがこれ、今のやつこれ、翔平さん、熱筋フルオーケストラっていうあのダンスの光 の、 あのエクスペリアってドコモの CM とかでやったりとかしてる世界のダンサーさんたちですね、その方たちの中のメンバーのお一人、翔平さんと、そんなんやってんねよと一緒にリラックマとね、共演してね、はいはいはい、さしてもらうんだよね。ほんまにリラックマ 3X が絡んでるってことですか。その一緒に絡んでる 3X とか知ってるな、僕仕事
取引先なんですでもその翔平さんとさんと、まあ、メインでさせてもらうっていう感じです。はい、なんですが、すごいですね、ダンス、ダンスというか、ちょっとね、ダンス寄りもやりつつ、そうなんです、なんかあの子供役が回ってきた時はしばらく 1,2 年子供役が多かったりとか、あのスライムとか、あちょっとあの人間犬とか、はい、人間じゃない役がずっと回ってくる 2,3 年があったりとかするんです。早く人間になりたい、はい、あと本当にそうです、人間になりだしたら踊り出すっていう、はい、急におばあちゃんがずっと続くとかそういうのがあるんですけど最近ここ1年ぐらいはちょっとダンスが続きそうな感じです。なので今後とも、はい、あのツイッターもやってますので、ツイッターすごいな、この辺りの人って乗船が結構グイグイ来るからすごいですね。あの SUN びっくりマーク2個 S だけ大文字、本名は藤本陽子です。それ言わんでいい、それ言わんでいい、じゃあツイッターにも載してるから、そうそう、陽子のようは太陽のように、藤本陽子、待って待って笑顔じゃあほんまに、あのほんまにほんまにじゃあさほんまにやめやめほんまに本当に変えるタイミングをすごい今見計らってます。そうね、ぼちぼちね、それを込みで、あの皆さんメッセージ読んで、そうね、そうね、賛成反対ね、メッセージを賛成反対を、それはね、藤本さんも通り生きる人さんもね、同じことを考えてたことがあったよ。3人とも芸名ですからね。いやもうやめた方がいいと、木下さんはまだあの演劇人として名前がバーってGoogle でね、検索してバーで出てくると思うんですよ。そうか、サンちゃん、サンはそう、ね、Google で検索したら太陽の画像しか出てこないんですよ。そうね、確かに、僕は日記の日曜日。そうね、なので、いやでもね、本名でやってもね、なんかいざ就職しようとかったら受かんないですよ。就職じゃない、その就職の発想のチャーハンさん ないですか、チャーハンさん。それは名前関係ない、何もないですか。チラシ、チラシ募集してますとかないですか、デザイン募集して、募集してます。チャーハンラモン、いぞを果たして、いぞいぞっていう感じですかね。はい、そんなところで、このところでいいすか、締めてもいいすか、とりあえずまたやりましょうか、じゃあ やらんとちょっとこれ収まりつかん感じですね。そうですね、他にやりましょう、レギュラー番組ですね。レギュラーでここはセットで、このセット、この3人のセットはなかなか面白かったですね。2ヶ月前に出てる感じがしますね。そうね、今日初対面なんですけど、そうね、とは思えへん感じ、高野さんから名刺、まあ、全てこれの力かもしれないですから、いいですね、そうですね、まあそんな感じですか。じゃあちょっと締めさせてもらいますね、はい、ちょっと飲んどいてください。なんかめんどくさいから飲んどくみたいな、終わらせてくれ、もうでも結構時間経ってる、終わるの、そうそう、ね、翔太やから帰らなあかん、ね、そうね、仕込み中やで、グラさんちゃうからこれ、というわけで、はい、そんな感じで、そうですね、意外になんか結構なんかでもやっぱりあれ、ね、いや面白いですね、地域性が出て、うん、面白いし、演劇がどうこうとかではなかったですけど、意外とその人柄みたいなものにはつながってる気がしますね、作家、ね、はい、さんであったり役者さんであったりっていうの の, そのいわゆるルーツじゃないですけど、なんか垣間見えた気がします、なるほどみたいなまとめでいいですか、です、ね、気がするな、でもで、ね、うん、まあ、というわけで、はい、田舎っていいですねっていうか、あそこうるせえよバーカ。いや別に都会が好きやから都会に住んでるんです。ごめんなさい、田舎のが好きやったら田舎帰っとるわ。家賃もそっちの方が安いし、ね、じゃあ次回は、はい、あのあれですね、はい、僕はちょっと言います、ね、そうですね、やりたいということで、はい、ですか、フォトグラファー、写真家と演劇、完全写真家の人を2人ぐらい呼ぶと、舞台写真家の人をちょっと呼べたらな、堀川君とか呼ぶの、いやどうしようかな、いやカメラ女子っていうので行こうと思う、女子で行こうかな、あそう、ね、カメラ女子エロいね、ちょっと待って、さっきからちょっとそれちょい引っかかる女優、エロいよね、この売り方ええんかな、もうしょうがないよ、そうですね、いや30超えちゃったね、そこの路線変更してて、なるほど、まあちょっとカメラ女子みたいなのから演劇を紐解いていこうかなというのもありつつ、単純にまあちょっとカメラの撮り方がね上手くなるよとか、ちょっとしたテクニックであったりとか、そういうのもできたり、被写体は劇団員ですか、来ます、来ます、被写体劇団員ですか、
じゃあちょっと来ます、安心してくださいで来ます。来ますじゃなくて来ますですか、行っていいんですか。行きますよ。被写体で、あ、じゃあ被写体で、被写体で行って。手ぶらですよ。手ぶらですよ。松井純奈みたいな。単語が出てくる感じよ。ええの、ええの、やってええの。それ言われたら、それにめがけて絞るから、マジで、マジで絞るから。じゃあそれも、それもお楽しみにということで、どれだけ絞られてるかというのもお楽しみに。じゃあサンちゃん来てもらいます。え、マジで、マジで、ちょっと待って、そんなんマジで言います。本当に、わかりました。じゃあそれは竹信さんからという感じで、まあまあ写真家さんの話をちょっとやろうかなとは思ってますね。はい、まあまあ、またまた劇団の公演はしばらく。僕ですか。あ、僕、そう、告知、告知めんどくせえな。まあいいか。めんどくさい。そうです。違います。違う。今日ちょっと試験やらないといけないから。ちょっとあのカッコつけてんねん。違います。なんかカッコつけてんねん。ちょっと、おい、メガネと女優、お前ら、ちょっと。ほんまに、ボーダーズね、バッテンになってるのスーツやから。ちょっと田舎のやつ、ちょっと待って。僕も田舎サンダーですからね。失礼だ。違う、失礼だ。失礼だぞ。劇団みんなで、みんなで売れましょう。サンちゃんもみんなで売れていきましょう。そうね、みんなで一緒に頑張っていきたいですね。これからね、この関西小劇場盛り上げるぞ。みんなで売れていきましょう。ちょっと告知だけちょろっとやりますわ。今週末にお店員の学生演劇祭があるんですけど、あとそれの審査員をやります。岡部直子さんと一緒に、あとウィングの寺岡さん。それはドラフトするんですか。それドラフトは個人的にやります。それから、来月の10月の22、23、4、5ぐらいの感じで、子犬という、団体で、早見かなえさんという元フランスパンの女優さんが、犬ばっかりで島、そう、犬ばっかり、犬島の、いや違いますけど、登園会にいらっしゃった橋本健二さんという方が脚本を書かれてて、すげえ、ね、読んだんですけどね、不活集がすごいんです。そういう作品の演出をさせていただく。あとは12月に僕、バグダッドカフェという劇団やってるんですけど、その作演出をさせていただく。12月年末クリスマス25、6、7ですね。クリスマス予定がない人は来てください。はい、そんな感じですね。はい、ぐらいです。はい、というわけで、じゃあ本日のところ、あの人ドライブいいんですか。はい、どうですか。はい、僕明日なん、あ、まあいや、じゃあやりましょう。吹き替え映画ファン交流会というのをやっておりまして、はい、明日キネマトロンでやります。はい、はい、シルバーウィーク終わりましたけど、終わりましたけど、何やるんですか。明日マッドマックスやりますか。え、マッドマックスやるの。違う、違う、あのパインパインってあるあれパインチューブ歌ってきたら急に起きるやつバーだバー。何やるの。明日は吹き替えパラダイスと称、第2回吹き替えパラダイスと称しまして、はい、いつもやったらちゃんと見る、あ、いつもちゃんとやってるんですけど、全然分からない。題名言って全然分からなかった。あの小ネタ集をね、明日は。いろんなやつをやる。いろんなやつをダイジェストで、全部見たくないな、あ、いっぺん見たいけどみたいなやつとか。何のダイジェストですか。いろいろちょっと何とかないんですか。お芝居の映画で吹き替え映画の吹き替え映画のダイジェスト何分ぐらいにギュッてしますか。まあ、トータルで映像は1時間半ぐらいとかあるんですけど、まあまあまあ、それちょっと1時間半半ぐらい、1時間半ぐらいね、はい、あって、みんなでそれを見ながら。めっちゃ厳しい。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、お届けしてるんで。すごい届け方じゃん。みんなでね、それを上映スペースを借りて、はい、ちょっとね、場所代がいりますので、2000円いただきますけども、いい、はい、お酒を飲みながら映画のそのチョイスしたシーンを見ながら、ワイワイ楽しむよという会ですね。会をやっておりますので、はい、よろしければ明日8時からやっておりますので、はい、キネマトロンで遊びに来てください。キネマトロンですね。はい。というわけです。まあ、まずね。はい、じゃあ本日は帰りましょう。帰りましょう。ありがとうございました。さよなら。